こんにちは。横マックスです。今回夜、まあ遅くなってしまったわけなんですけど、まあいろいろ用事があって、動画の撮影とかあまりできなかったんですけど、今回は、今回はですね、まあ、夏休み企画の、夏休み企画2012、僕の持っているトミカ紹介。で、今回第4弾ですね。やっていきたいと思います。で、今回リクエストがあったので、そちらのリクエストを、のものを紹介します。鳥鉄103系さん。この方からリクエスト。消防のトミカ、紹介してくださいということで、まあ、了解をしちゃったわけなんで、今回は、消防のトミカを紹介します。まあ、消防ってどういう感じなのか僕もわかんないんですけど、とりあえず消防の車を紹介します。まあ、消防車でいいんですかわからないんですけど、まあ、消防関係を紹介します。はい、まず最初。こちら皆さんも知ってると思います。現在も発売している、現在も発売している何番？何番でしたっけ？ナンバー108番。ちょっとテカテカして見えないです。108番。日のはしご付き消防車、森田。スーパージャイロラダーです。ね、ジャイロラダー。前が平べったくて、かっこいいですね、前面が。僕はこれ好きなんですけどね。はい。で、スケールが。スケール139分の1なんですごくちっちゃいですね。139分の1スケールです。で、日のファイヤートラックって書いてありますね。で、ベトナム製ですね。で、こちらアクションは、アクションっていうか、はしご伸縮と上下と旋回です。ここはこのように旋回して、ここもこのように伸びますね。ちょっと見えにくいかな。これ山田電機で購入したわけなんですけど。長いんですよ、このように。見えますか？こんなに伸びるわけです。ちょっとカメラ映んないですね、あんまり。ちょっとここは硬すくて折れそうなんですけど。折れますね、完全にこれ。はい。はい、あと消防指揮車になりますけど、これ富覚寺16のやつですね。日産キューブの消防指揮車です。かっこいいです。非常にかっこいいですね。やっぱりキューブ富覚寺って普通の富覚よりちょっとリアルに成功されていて、非常にいいと思います。普通のキューブと同じように63分の1スケールです。中国製で、アクションはサスペンションのみです。キューブはね、非常にかっこいいです。その富覚寺17っていうのが出ますよね。はい。続いても同じく富覚寺16のステップワゴン、ホンダステップワゴンです。まあね、欲しかったです。これ廃盤トミカですよね。非常に僕 MPV とかいっぱい欲しかったんですけどね、トミカ富士プリウスとかさ、ね、クラウンとか欲しかったんですけど、ちょっとね、手に入りませんね。はい、非常にかっこいい作りですね。アクションはサスペンションがついてなくて、スライドドア、開閉ですね。しかし左側のドアのみとなっております。ナンバーは21番だったそうです。64分の1スケール。ベトナム製です。はい、結構僕が持っているものとかっていうのはあまりないんですけど。あとありました。また、まあ、他にもね、トミカ富士シリーズあるんですけど、飽きると思うんで。と思ったんですけど、引き出しの中にあったので紹介しますね。この間開封動画投稿しましたが、トヨタのウィッシュです。ウィッシュの消防指揮車。
ね、ナンバー、あ、ナンバーじゃねえ。とにかく26同じくね。ナンバーは現在は廃盤になってしまいましたね、カムリで。で、93番で61分の1スケールです。ベトナム製です。アクションはサスペンションと後部ドア開閉ですね。結構、かっこいいです。まあ、僕的に MPV 出てほしかったですが、まあ、それはしょうがないですね。それでは今日最後、これ消防指揮者とかそういうのなんかわかんないんですけど、消防のやつらしいですね。トイズドリームプロジェクトのやつです。アクセラスポーツです。僕はどっちかっていうと、あの消防指揮者コレクションのやつの中ではな、中っていうかその中ではないんですけど、これが好きですね、やっぱり個人的には。この後部ドアしっかり開きます。アクションはサスペンションと今やりました後部ドアで開閉となります。アクセラーかっこいいですよ、やっぱり。61分の1スケール、ナンバー62番で、ベトナム製です。今日はまあリクエストいただいてありがとうございました。消防関係の車を紹介しました。リクエストお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。